尾ば大太郎尾ば大太郎5月22日から1946年8月9日は、明治から昭和前期の銀行家、政治家、家族。貴族院男爵銀、小蔵衣、君三刀。弟は、陸軍飛行第五連隊長の尾ばた玄三郎、陸軍三馬ガラスの尾ば俊四郎。男爵、おばた美刀の長男として、東京府に生まれる。 1894年に、慶應義塾大学を卒業し、第15銀行に入校。1900年に、欧米に留学。1903年に、ニューヨーク大学商科卒業。ケミカル銀行、カナダ銀行で、銀行事務を研究。帰国後、第15銀行で初期を務めた後、同行副支配人となり、農村経済構成中央委員会委員となる。 1912年12月20日、父の死去に伴い男爵を就職。1916年9月16日、貴族院男爵議員補欠選挙で当選し、第15銀行を退職。厚生会に所属し死去するまで在任した。1922年に、第8回パリ版国銀商事会議に出席し、1946年に、 永年在職議員として表彰された。また、茨城県稲敷郡木原村で農場を経営し、大日本農会評議員、私立東京農業大学評議員、茨城県農会顧問などを務めた。次女秀子は指揮者、斎藤秀夫の2度目の妻である。ありがとうございます。